飯だった。これ麦。麦ご飯。いっぱいね。うん、あそこもない。これ？あ、いいの？あ、俺と近いんだけどね。いや、いいよ。これからですね、じゃあ、これあと3つ残ってるんですか？あります。これ3つあるの？これ3つね。松竹県で、我が最愛の、駅弁の。これ食べちゃうと、あの家が帰るようになるんで。おー、受けてる。受けてる。結婚式をやってここで、はいですね、記念撮影しました。どうぞご提供ください。で、戸端区に、入りました。はい、ラブレア登ってきます。100度でダメなんですね。あずっと今日はこういう風にこう登ってきたと。ちなみに我が母校があそこだそうです。はい、6時52分行きます。こういうゲストルームですよ。2階の。で、ほらこういう感じです。で飯はですね。朝飯はお父さんとお母さんいつも交互にこうやってるらしいんですよね。で今日はお父さんの日らしいです。でもう朝飯行きますよ。でエアコン消してと。よいしょ。よし。よし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 。はい。おはようございます。はい、起きました。嫁さん実家の、玄関周りというか2階へつながる階段がかっちょいいんですよ、これ。で、一晩、このゲストルームの上で利用させてもらいました。こんな感じです。かっちょいいんでご報告させていただきます。はい。で、玄米ご飯ね。うち朝だけ玄米ご飯。いや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 。なんか床漬け、やったばっかり、ね、いただきまーし。いつもそうつけることしてる。だいたいもやしやけどな。昨日もやし買うの忘れとった。また買い行ってから忘れてる。これをちょっと混ぜますね。
はいはい、おじいちゃんの畑ですよ。おお、ピーマンなっとるね。いや、ピーマンも。おお、ナスもなっとるやん。うん、うん、守りか。ここにあろうが、うんうん、ここにあろうが、うんうん、横にもある、うん、そこ上上、あ、ほんとだ。いっぱいね、うん、あそこもなると、あそこも、あ、ほんとだ、あそこも知らない3本だ。なるほど。じゃあちょっと頂いてみようかね。あ、これ、うん、いいの、うん、あ、俺ちょっとちっちゃいでいいけどね。いや、いいよ、ちっちゃい。それ、え、なあ、そうしたら。あ、そう、残したらダメだ。え、いや、ちょっとちっちゃいのよかったな。ちょっと混ぜて、うん、ちょっと氷入れたね、うん、氷が入ってる、ちゃんと入ってるから。あ、ほんとほんと、うん、なんで俺なんか大きいの。僕がちょうどそういう風になった。はい、いただきます。どうですか。あ、意外にいけるね。いけるです。うん、いいか。ああ、結構効くわ。効く。うんうんうん。あ、ちょっとなんか今日の朝は乗り越えられそうな気がするね、これね。汗ブルブルかいた時ならいいよ。うん、うん、ああ、うまい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 。うん、なかなか。はい、お世話になりました。そろそろ出発いたします。よし、うん、まあお父さんと最後それで一緒に走りたかったね。もう無理。どっちから行こうかな。右側行こうかな。よし、うん、そうやね。うん、じゃあ、お世話になりました。また。だね。はい、どうもどうもどうも。はい、11時11分、31度ですね。一泊ですね、嫁さんの、実家で、ちょっとお世話になりました。洗濯を全部ですね、もうウェアも上下も、あと当然下着も、あとヘルメットの内装、手袋、まあ、洗えるものは全部洗いました。もう気持ちいいですね。これはスケさんうどん小賀店があるんですね。スケさんは夜行きますんで、で嫁さんご両親も、まあ、本当お元気で、うん、じいちゃんがもう相当元気なんですよね。だからあのゴーヤー、ジュース、飲ませていただいてですね。まあ、分かったですね。うん、で突然昨日何にも連絡、その九州を走ってとか言った連絡もしてないし、行くとも言ってないし、行ったらなんか びっくり声ですね。まあ、毎回こっそり行くんですよね、突然ね。お母さんとかお父さんもびっくり、誰やみたいな最初。突然バイクで乗りつきますからね、びっくりしてですね、まあ、あの顔が見たいんですけどね、まあ、最高ですよ。言ってくれればもういろいろ用意したのにとかね、まあ、いろいろ言ってくれるんですけどね。ちょうど昨日はあの親父さんの、誕生日だったんですよね。でその前の日に、嫁さんのお姉さんが、来て、まあ、誕生日祝いを出したそうなんですね。だから一日早ければもっといろいろいただけたかもしれませんけども、なんだか親さんの誕生日を覚えてると全然覚えてもなかったんですね。いい声にちょっとね、そうで、まあ泡盛で乾杯しましたよ。
関係とですね、いろいろ販売機というか、あの企画コンサルとかいろいろやってるんですけど、でちょうど iPhone が出たばっかりなので、出たばかりじゃない、発表になって、明日確かあれですよね、受付開始ですね、あの予約開始ですね。だからそのあたりで今1年で一番忙しい時期になりますね。で、ちょっと手ぶらで行くのもなんなので、あとあれですね、おふくろが、まあ、ちょうど忙しい時期なので、もう子供が5人いるんですよね、5人。その5人もいると一番忙しい時に、ご夫婦でいろいろ仕事してるんで、もう助っ人って、別にそのネット系のことだとおふくろができるわけじゃなくて、家事の助っ人ですね。で、ちょっと呼ばれて弟の家に行ってるというので、だから私の実家にはちょっと、行くあれがな、行かずですね、弟のところにちょっと一回行くといったところですね。で行く前にちょっと買い出しをして、行こうかなと思います。はい、来ました来ました。さて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 、橋はこんにちは、いらっしゃいませ。どうですか、どんなのか失礼いたしましょう。いやいやいや、これが1個しか残ってなくて、うわー、こっち1個を買ってきてもらっていこうかな。うん、あ、そうね、そうね、そうしよう、そうしよう、あと4個そうね、追加、そう、うん、じゃあ、これあと3つ残ってるんですか。3つあります。これ3つある、これ3つね、うん、ちょっと高くつきますよ。いい、あと最後1個ね、で、これで全部5個ね。あ、それでいく、ありがとうございます。では、もうここがなかなか出なかった。あー、よかったよかった、その間に考えましたよ。うん、うん、あと、お稲荷ももらえます、あの3つのやつ、3つのやつですね、うん、うん、どうも、ありがとうございます。どうもどうも、いらっしゃいませ。買いましたよ、どっさり。で、この中にこれちょっとな、酒動画残ったというか、すみません、ポッて入れば幸せですね、ポッてね。ちょっと待ってよ、スポッといくか、スポッ、あ、入らない、これちょっと優先しようね、よし、これよ、スポッ、うん、いいね、いいよ、よし、あ、贅沢な箸が、これちょっと入らない、ちょっと見てみようか、はい、11時34分、32度ですね、
福間駅の、駅弁なんでですね、東筑県で、我が最愛の、駅弁の、柏飯弁当を買いました。で、一番大きなタイプのやつがですね、1個しかなくてですね、ちょっと どうしようかなと思って、他のお店に行こうかなと思って、でちょっと電話を、かけてもらおうかなとかって、ね、いろいろやってたんですけども、その隣にちょっと今食べたことないタイプのも、弁当もあったんで、まあ、それと合わせて、合計5個ですね、買いました。4830円だったんですよね。で、もうお店の人が喜んでくれて、あ、これ私のもう日当と同じですとか言ってましたよ。ポルチェがありますよ、ポルチェが。おふくろいで。元気ね。うん、元気よ。もう、佐賀の方行ってきたの？佐賀の方行ってきたの？行ってきたよ。あ、もう帰るばっかり？いやいや、うん、今から四国行く。うん、四国に行くんよ。四国に行くの？あ、うん。ここうん、ケンジのところに。いや、ケンジの隣に入れるよ。はい、弟の家に着きましたよ。これが弟の ポルチェ、ポルチェね。こういうやつですよ。これ食べちゃうと家が買える値段なんで、なるべく気をつけようと思うんですよね。よし、ということでちょっとこの部分よし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 あれ？寝てる？いや、今、真っ暗、真っ暗。あ、向くのか。危ねえなぁ。おぉ、ウケてウケてな。やってるよ、やってるか、やってるか。もう、売れる予感。おや、もちろん買うよ。でも、どっち買う？え？あ、そうそう、それ聞こうと思ってた。そう今だから作ってもらえようやね、今どれを買ったらいいのかっていうさ、そうだね、そう、どういう人にどれがいいっていうのをね、うん、そうやっぱプロやろ、買うやったら。あ、そうそう、プロはいいと思う。うん、プロだって超高価がついてるよね、うん、これってね。そうあのね、俺ポイントはね、うん、サラリーマンが、うん、胸のポケットに入れられるのがだったらプロですよって、ね、そうそう、マックス入らないの。そう、うん、なんかそういうなんかね、うん、こうほらでかいやつはさ、うん、みんな手に持ってこう、あの胸にこれだったら、そう、入る。これね、これだったらこの大きさね、これはこれが何マックスの大きさ。でもギリギリ入るのかな、ワイヤーのポケット。いや、俺バイクポルシェの隣のとこ歩こう。倒れたらマジだ。どこ置いたん？何？よ、もちろんこれの横に置いて、ケンジがお前目を丸くするぐらいな距離に。どうしようか、俺もう俺ぶつけても払えないよ。待って、距離感俺も甘かったと思うんだよな。どうだどうだ。台風だった、来た、どうするの？何が？台風が来た。いや、お前そこは太っ腹でさ、頼むよ。いや、もう俺もやばいんだ。価値のある状態にしとかないといけないと。価値のある状態にしとかないといけないって。腕が元気になるからね。さて、いただきますよ。いいよ。美味しそう。おいしそう。おお、今回九州を巡ったの。
九州、九州。九州ね。お湯を作ります。金にも飽きてるかしらね。どっちかというと、金は飽きてるんか、なんかいいか。一回さ、正月に、でかいやつね。でかいの頼んだよ。そう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 。あれで飽きたね、一回。うん、よかった。うん。でも、久しぶりに食うとやっぱうめえわ。よし。さすが YouTuber。うまい。だから、こうやって撮るから、あの超広角が必要なんよ。なるほどね。そう、やっとなんか、うん。そうですね、今回の広角は嬉しいですね。そうそう、そうそう、俺は嬉しい。うん、よし。うまい。そうそう、温泉ね。いいな、いいそうやな。そうそう、奥さんも。部活入っとん。あ、水泳部よ。あ、水泳部ね。水泳部、水泳部。うん。なるちゃんはもう、小学校になったん？そう、2年生。今、3年よ。あ、3年、うん、3年、3年。大きくなったらね。しばらく会ってないの。でも足りんやろ？まあ食えよ、これ。もう。え？何しようの？あ、どうぞ。あ、いなり食ってください。はいはいはい、はい。足りん、足りんでしょ？ね、コキ使われてね。結構立派よ、これね。食べてないでダイエット気味なの。あ、そう。食べてないうん。これまた大きいですね、このいなり。うん。うまっ。土地系なんよね。よくできておくの。うん、これはいい、ね。なんかこの走ればかっこいいよね。ね、うん、うん。そう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 。デザイナーさんが欲しいなの。うん。いや、ちょうどこれ、上置いて、あの、カゴになってしょ？カゴのデザイン、うん、あーね、ほら、これ、うん、これね、そうそう、これがほら、カゴの、ね、肩にこう、かけるあーな、ね、そう、お箸も入れられるようになって、そう、そういうデザイン食べた、うん、そうね、そう、ん？負けてるよ、気をつけてね、よし、じゃあ、あの皆さんよろしくこれ左行けるよね、じゃあな、どうもどうもお疲れ様です、頑張って6分32度ですね、弟の家に、ちょっと立ち寄りました、で、お袋も、ちょっと来てるということで、一緒にですね、あの我が最愛の駅弁、高知県の、柏飯弁当、これをですねちょっと買って皆さんでちょっと、食べたというところです ね、 ね、まあ、もうちょっと のんびりしてもよかったんですけど、ね、ちょっと行かねば並んだことがたくさんあったですね、あ、これ福島漁港です、あー気持ちいい、この辺り小さな漁港がたくさんあって、よくあれですね、津屋崎とかあの辺りは嫁さんの、実家の、親父殿と、正月の、いろいろもろもろ買い出しですね、ブリとかあと干物だとか買い出しに、まあ、毎年のように行ってましたね、で、これからですね、あの宗像大社に行きますよ、宗像大社、宗像大社は、まあ、あの私が結婚式を挙げたところなんですけども、その後はあれ前の、空冷の GS、これも、九州ツーリングの時に、立ち寄って、まあ、お払いとしてもらったといった、ことがありましたね、でちょっとこのこれですね、水冷になったやつ、初めてあの行きますんでちょっとお払いを、しっかりとしてもらおうかなと思います、ちょっと宮地浜の、ちょっと海水浴場というか海辺に行ってみません、
平崎の漁港ですね。ここに、いつも正月、の、年越し用の、魚をちょっと、よく買いに行ってましたね。玄海特定公園ですよ、この辺りは。いや、田んぼが綺麗ですよ。結婚式をやってここで、はいですね、記念撮影撮りましたね。水冷の GS やってもらいますよ。お払いいただきました。次は車、バイクですね。うわ、眩しい。すげえ。どうの方か。どうの方か。バイク。皆さんどれに置いてるんですかね。無理なようでしたらもうお手にならない。はい、お持ちになられてください。それではお払いをいたします。どうぞご提供ください。お参りください。本日はようこそお参りくださいました。ありがとうございます。というところからようこそお参りくださいました。お気をつけて。ありがとうございます。
はい、14時16分33度ですね。宗像大社で、お祓いをしっかりと、やっていただきました。お祓い場ですね、あの広いお祓い場、私だけでしたね。もう専属でやっていただいた感じです。やっぱこうなんか引き締まりますね。お祓いちゃん、あのやってもらえばいいってわけですよね。やってもらったからにはしっかりと安全運転をするということですよね。で引き続きあの安全運転で、走っていきます。でこの後ですね、まだまだあのフェリー、北九州、小倉港からですね、フェリーに夜乗るんですけど、もう全然違いますから、海沿いをなるべく走りながら、私のふるさと、ふるさとのあたり、直近のですね、走りながら、そして、ふるさとの山をちょっとあのバイクで登ってみようかなと思います。ほら、安全ちゃんと祈願したから、ちゃんとこのあれでしょ、お祓いを、私の梅雨払いをしていただける、先導車両がちゃんとついてますね。私のこの GS のですね、オートクルーズで、何キロかをしっかりと補足しますよ。50キロぴったりですね、これね。大したもんだ、これ。いや、違う。50キロか。意外に、これ制限4年生で40キロですけど、ちょうど50キロだもんね。なかなかいいじゃないですか。分かってらっしゃる感じです。参拝終わって、お笑いが終わったら、なんか出店に出てたあのソフトクリーム食べようかなと思ってたんですが、もうあれですね、お笑いしていただくと、もうシャキッとして、もうそんなのなんか食べる必要なくなりましたよ、今のところですね。はい、芦屋の、海沿いというかですね、一応、防風林の、が植えられているとどこの隣の国道ですけども、昔あの海水浴場はあれですね、もう芦屋とかはもうものすごく、昔から有名で、家族で来てこの防風林の中でもう何でもね、夏はみんなキャンプみたいな、蚊帳を張って寝てましたね。筑豊ラーメンバラ坂はこれあるんですね。食いたくなっちゃうのかな。恩賀町に入りましたね。芦屋といえばですね、芦屋なんですが、芦屋といえばまずは、芦屋の航空自衛隊ですね。でそれから、芦屋の花火大会、この協定持ってる花火がまたどーんとなんですかね、盛大なんですよね。時々見に来てましたね。もう土もう落としまくるよやんこいつ。岡港神社、ピークワンのガソリンストーブをつけよったですよ。プレヒーですよ。はい、あの山に登りますよ。サラクラ山、我がふるさとの山ですよ。久しぶりにですね、若戸大橋を渡ってみようかなと思います。
構めったにこっち来ないんで、こっちっていうかですね、道海岸を渡るっていうことはもう田舎にいた時もなくてですね、嫁さんは、若戸大橋の下にですね、渡船がありましてですね、渡船で、通学してたらしいですね。で私の高校にも、逆に若松から来る人たちが、都線に乗って、バス、を乗り継いで、来てましたね。で若松も、ボートレース場あると、若戸大橋ですね、高い綺麗な橋ですよ。で私の生まれた、頃は日本のこれが一番、長い橋だったんですね。でその後、関門橋ができて抜かれ、であとどんどん出てきましたからね。八幡と、鉄の町ですね。はい、ふるさと八幡東区に入りましたね。創業の、1901のプレートが、ついた横路ですね、が、見えます。ここね、これちょうど首都高を走る、都市高速走るともう直近を通ってですね、1901 のプレートのやつですね。なかなかかっこいいですよ。登っていきます。で小学校中学校の途中までぐらいですかね、歩いて、頂上まで、登って、初日のですね、御来光を拝みに行ってましたね。そう、ケーブルカーですね。
リートル。で、何度なんだ今。101度。100度でダメになるんですね。あー、ダメだな。はい、ここから歩きまーす。セミが鳴いてますよ、すごい。息が上がってきました。はい、山頂です。はい、我がふるさとの山、サラクラ山に登りました。で、これが、ふるさと八幡の山です。洞海湾で、晴天しましたね。で、渡ってきたで、あれが八幡駅。あ、そうですね、八幡駅ね。ぐるっと行って、モンガモンガ赤かけたね、白く、川見ましたね。ずっと今日はこういう風にこうしてで、こう来たと登ってきたと、我が母校がスポーツ、我が母校
はいですね、気に入ってきました、ね、どうぞご提供ください。で、戸端区に入りました。トラブレアー登ってきます。100度でダメなのね。あ、我がふるさとの大蔵村に来ておりました。ずっと今日はこういうふうにこう登ってきた。宗像大社で帽子を忘れちゃったみたいだよね。でここはロータリーです。ロータリー、ロータリー、我が最愛のうどん店スケさんはどうですか。こんばんは。終わった、終わった方についていただいて申し訳ないなぁ、本当なぁ、ね、これビール、よし、ちょっと取りました。この千箱中まで、ほら、あ、こんどうか、おはようございます。よいしょ、ヘイロ、いいじゃないか。はい、それでもうビールなくなっちゃいましたんで、はい、爆ハイボールで、 M のカフェにこれ、ミニチュアルさんの動画見ていこうと思ったニャンコ先生のところ、ここまで夕日が素晴らしかった。入る回数も多い、もう50、これじゃ中じゃないの、これなんかもう、ということで、皆さん、本日も、お勤めご苦労様でした。おやすみなさい。